フランシスコ・アキラは、イタリアのプロレスラー。ロンバルニア州ベルガモ出身。アイカップリングウィズ所属。2015年8月29日に、アイカップリングウィズでデビュー。2019年2月、パジリの推薦により、全日本プロレスのジュニアリーグ戦、ジュニア・バトル・オブ・グローリーに出場するため初来日。7月、 ジュニアタグバトルオブグローリーに大森北斗とのタッグで出場するため再来日。以後は日本で生活し、全日本プロレスの道場に住み込みつつ、シリーズにフル参戦している。2020年2月11日、後楽園ホール大会にて横須賀進むの保持する世界ジュニアヘビー級王座に初挑戦するも敗北。4月30日、 無観客で行われたテレビマッチにおいて、宮本博史向き木坂勇組が保持するアジアタック王座に宮原健人とのコンビで初挑戦したが、奮闘を虚しく敗れた。しかし奮戦が認められ、宮原、黒潮イケメン、二郎、ライジング隼人とユニット、健人とイケメンとアキラと隼トの大冒険を結成。10月24日、ハヤトと組んで、ゼウス イザナギ組が保持するアジアタックに再び挑むも敗北を喫した。2021年6月3日、トーナメント形式で開催されたジュニアバトルオブグローリーに初優勝し、世界ジュニアへの挑戦を表明。同月26日大田区総合体育館大会、王者の岩本講師に挑み、勝利を飾ってイタリア人初の世界ジュニア王者に輝く。しかし、 杉との初防衛戦に敗れ質感。同年9月16日の試合をもってイタリアに帰国。ありがとうございます。